Hello guys, today I will playing Honkai Star Rail gameplay part 5. Enjoy the game and subscribe. これは我らがジョ…うちは逃げも…でも、その前に聞かせてほしいんだけど…どうして金人効果だと…否定はしない…私は…あの日のこと…そして…わざわざ金人…あいつらは…え?そして…再び金人効に舞い戻った…あの連中に分からせてやる。いや、間違っていない。でも金人口に復讐することと黙れ。私は自分のルールを持っている。私がこんなにも長く我慢。そうだよ、いろいろ調べさせてもらったが話はここまでだ。負けてやっとうちの実力。人のせいにしないで。まさかまた。何回も何回も小さな生クラって本当に。そう、約束は守ってね。もういい。不夜行の若女将に謝罪する。そうだよ、豚の鳴き真似は。そうだそうだ。ちょっと待って、録画するから。この瞬間はまさにあの時と同じ。カンパニーのメカを欲しがる。なあ、なあ、なあ、元凶師匠と雲里師匠はとても丁寧に教えてくれるから頭では理解できてるんだけど体がついてかないんだよね。
ダイルリケンにまた一歩近づけたよ。血が相手になるよ。今日の稽古はここまでにしましょう。今日はどんな出会いがあるかな。あんたの意見を聞かせて。あれ？今日の稽古はここまでにしましょう。後で。
今日は最初の試験だね。うち知ってるよ。あ、それは憲法の基礎的な身体能力、それと滑らかさでしょ。ほら、美月なのかも。え、うちは、僕は美月さんが初めて教えるならさっさと。まさかこれ、あなただって戦闘中、この数日美月なのか。スケジュールによると今日試験があるんでしょ。準備はバッチリできてるよ。いい身のこなしだった。やったこれも二人っちょ。今カンパニーの美月さんはもともと武術の勝ち目はない。うん、運理え、全く勝ち、それってつまり半分趣味て、うん、いちいち突っかか。美月さん、将軍はいつも剣術試験の後、剣の手入れのために僕を構造師へ。ありがとう元気。何かわかっ、気に入っとくけど、うちは褒められて伸びるタイプだから、たくさん褒めてよね。気に入っとくけど、うちは褒められて伸びるタイプだから、たくさん褒めてよね。どんな出会いがあるかな。Thank you.
口が開いてどうすればいいんだろう。今日の稽古はここまでにしましょう。あとです。こんな技まで身につけちゃうなんて、さすがうちだね。聞かせて。やめなよ。今日もかなり収穫があったよ。うち今日は2回目のスケジュールによると今日試験があるんでしょ。準備はバッチリできてるよ。また新しい技を学んだよ。今度試してみたいな。
こんな技まで身につけちゃうなんて、さすがうちだね。どうすればいいんだろう。あれ？うちが相手になる。今日の稽古はここまでにしましょう。また新しい技を学んだよ。今度試してみたいな。あんたの意見を聞かせて。今日の稽古はここまでにしましょう。あと、試験の前に最後の試験だね。うわ、少し緊張してきたよ。頑張れうち、負けるなうち。こんな技まで身につけちゃうなんて、さすがうちだね。収穫があったよ。うち、今日はどんな出会いがあるかな。
州ダイルリ県にまた一歩近づけたよ。10人倒す。悪くないね。ねえ、スコートをどうや。じゃあそうし。以前、元凶が美月なのか、今のあなたは自分が。もちろん、うちの心の。スコートと対決する。ここにいるのはあなた。私は剣術なんかできないし。待って、近頃しょ。そうだよ、ほらスコートがシャツ。それはそうなの。あ、一理あるね。うん、そうだ。仕事好きが病気。特にアドバイスなんてないけど。行こう、美月ちゃん。
あなたたちが正式に戦いをはず。あなたが私のことを知らなくてもか。あいつを脅かすようなことは言わない。たかが大牧師の牧者の何がすごいんだ。あなたはもう若くないのに。黙れ。私が思うに、あな、やめろ。すごいスコート。危うくお前のペース。スコートは反論できなく。今だよ。この息。聞きたいんだけど、カンパニーってあなたの家？もちろんカンパニーは私の家だ。何か言いたいことがあるならさっさ。ある人は17回の面接を経て最終的に。17回だと？それは遅く。考えてみてよ。あんたピアポイントが最低ランクの社員でもカンパニー。もちろん関係は。あ、じゃあ言ってみて。カンパニーのこれまでの成果のうち。私は近人口の業務に参加していた。今さ、つまんないから。あなたは明け方に見るスマホは面白いの？やめろ。それ以上言うな。仕事以外の生活を考えてみて。残業。やめてくれ。頼む。それ、私の仕事哲学では、あなたは重要ではないとは。私には自分の。実は俺も自分の生活がないんだ。頼むから、分かったようなことは言わないでくれ。ちょっと間違ってるでしょ。あなたは思い上がって他人を。もちろん痛むに決まってるよ。不夜行の若女将は彼女もあなたと一緒です。本当は堅実でしょ。もう分かったから。もういいよ、スコートは。感謝する。明日からは平穏に。くもういい。じゃあな。もちろんだよ。あり。元凶師匠と雲里師匠はとても丁寧に教えてくれるから、頭では理解できてるんだけど体がついてかないんだよね。記憶が残る場所、触れられるのは棘のある肌ばかりだ。
は危険だよ。気をつけて。よく見とけ。根は巡る。いずれ風に吹き落とされる。コラボスタート。さあ存分に味わえ。全てが燃え尽きるまで。アドリブで生きるために。いずれ風に吹き落とされる。コラボスタート。さあ存分に味わえ。燃やしつく。まだドリームカムトゥルー。よく見とけ。消滅開始進行。全てが燃え尽きるまで。ドリームカムトゥルー。根は巡る。いずれ風に吹き落とされる。さあ存分に味わえ。スタート。
先は危険だよ。気をつけて。こうご期待。鳴り響く。よく見てて。本質は同じ。ターゲット出現。警戒を。全てが燃え尽きるまで。いずれ風に吹き落とされる。生きるために。ドリームカムトゥルー。燃やし尽くす。
く見とけ。ご期待。鳴り響き。ファイアフライ。起動。本質は同じ。ターゲット出現。警戒を。いずれ風に吹き落とされる。起爆。すべてが燃え尽きる。さあ、存分に味
生はゆっくり体験しなきゃ。